科医の平松です。いただいた質問で、70歳の方、お魚亭なのかね、庭って書いて、お魚亭さんからのご質問です。充血がひどくなった時、ほっとくと、血膜が破れて、目が真っ赤になって、で、なんか血管収縮の目薬を使いますと。どうしたらいいかなと、体質を改善するか、仕事を辞めるか、パソコンを使う今の仕事を辞めた方がいいか。結論から言うと、まず、パソコンを使う仕事を辞めた方がいいですかって質問は、よく受けるんですけど、 あんまりやめない方がいいですね。相当切羽詰まってたら主治医から言われることもありますけど、ご本人からパソコンだからこの仕事やめた方がいいかなっていうのは、うーん、あんまりお勧めしない。なぜかというと、そんなにね、パソコン使うのが目にすんごく影響してるわけではなくて、ある程度わずかなんですよね。なので、 あまり気そして今回いただいた症状はさすがに見てみないとわからないので原因は不明ですけど、まあ、ストレスとか体調不良とか、まあね、ご自分で心配されているような症状はあのケアしておくことは全体としていいことですし、まあ、出血、充血などある人は血管を強くするように血圧を下げたりとか日常生活脂質を抑えたりとか、まあ、そういう基本的なことは気をつけていただければと思います。 こんな感じで、まあ、いろんなことをお答えしていきますんで、よろしければコメント欄にいろいろ書いてくださればと思います。また、う、えーん、コメント欄に書くことでもなと思ったら、高評価ボタンだけでも押していただければと思います。よろしくお願いします。